前回の動画で受験勉強に向けてですね、1年間のざっくりとした勉強計画っていうのを立てましょうねということで、こういうふうに立てるんですよっていうのを僕も手元を使ってですね、皆さんに見せる形で、まあ簡単にですけれども立てました。皆さんもうすでに計画はちゃんと立てましたでしょうか？大丈夫でしょうか？まだだという方はですね、ぜひ前回の動画参考に立ててみてください。そしてもうすでにね、計画を立てて実行している受験勉強を本格的にいよいよ始めたという人も多いと思うんですけども、この始めた時期にね、ありがちなのが、こう単語帳開いても、うわ、マジで知らない単語ばっかりで、これ覚えんのクソだるいわ、とか、これ終わりあんの？いつ終わんの？とか、数学の参考書とか問題集広げても、やばい、全然解けねえ。どうしよう。なんもわかんねえ、みたいな。で、そうなった時に、いや、ちょっともうやる気出ねえわ。もう今日はいっか。とか、もうちょっと全然わかんないから、あんまなかなか思うように進まねえな、みたいな。そういう人って結構いると思うんですけども、それってね、ある意味当たり前だと思うんですよね。で、僕も実際現役時代は多分そういうところをずっと逃げてきて、英単語帳開いても、なんかちょっと、わからない単語多すぎて覚える気になんないや、とか言って結局やんなかったんですけど、まあ、浪人時代、改めてちょっと1年本気で勉強しなきゃいけないなって思った時に、まあ、いざそうやって勉強し始めたんですけど、その時もですね、同じようなことを思いました。うわーもうちょっとこのゼロからやるのマジきついわ、とか分かんないこと多すぎみたいな、そういうことは本当にあったんですけど、でもね、これは勉強に限らず何事にもつきもので、始める時最初ってめちゃくちゃしんどいんですよ。実際に僕も浪人生活1年間振り返った時に、いつが一番大変でしたか、しんどかったですかって聞かれたら、もう間違いなく4月、5月、6月、このあたりを挙げると思います。なんでかというと、やっぱり単語、英単語だったり古文単語もそうですし、あとは文法の定着、これをするのがめちゃくちゃしんどかったんですよね。全然もうなんかただの作業というか覚える作業って本当にしんどかったですし、毎日それをやるって、いつ終わんのっていうふうに思いながら、やってました。でも、まあ、浪人したんで、1年間は逃げ出さずやろうって思って頑張って頑張ってやりましたけど、やっぱりね、そういう最初ってすごくしんどいんですよ。で、これは勉強に限らずです。仕事でもそうです。初めて働き始めた時って何もわからないじゃないですか。まあ、バイトでもいいです。カフェのバイトした時に、いろいろ覚えることあるじゃないですか。コーヒーマシンはこうやって洗浄しないといけないとか、接客のマニュアルはこうでとか、クレジットカードのお客さんにはこういう風なレジの対応しないといけないとか、いろいろあるのを覚えるって大変じゃないですか。まあ、この今僕がやってる YouTube 一つ撮ってもそうです。最初の頃ってどんなカメラを使って、どういう風に編集すればいいかも全くわからない。で、編集の方法も調べて、それを自分で実際にやってみてとか。じゃあどういう動画を出せば、どういうサムネイルを作れば、視聴者の数は伸びていって、登録者も増えるんだろうとか。そういうことが何もわからない状況からゼロから始めて、で、ずっとそれを継続して動画を出し続けていくとか。それもすごく似てました。最初ってめちゃくちゃしんどかったし、終わりが見えない。って思ってました。でもそれを結果コツ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 やっていったことで、必ず違う世界が見えるんですね。僕もその苦しかった単語を覚え切った時に、うわ一冊の単語帳これ全部あんなに分からなかったものから全部分かるようになったんだっていうめちゃくちゃ達成感があったんで、そこに喜びを感じた。プラス長文問題なんかを見たときに、うわぁ、今までだったら全然わからない単語だらけで読めなかったものが、単語の意味がわかるからなんとなくわかるぞ、みたいな。そこの喜び。何が言いたいかというと、違う景色が確実に見えるんですね。しんどい時期っていうのを乗り越えれば、確実に自分は人としても成長できますし、学力も確実に上がっていきます。なので皆さん、この時期っていうのはしんどいのは当たり前です。でもしんどいからこそ、それを乗り越えた時に確実に次のステップ、新しい世界、新しい景色というのが見えてきます。これまで何度も言ってます。何よりも勉強は基礎が大事。でもその基礎を固めるのってめちゃくちゃしんどいんですよ。ですからこの1年間ということを考えたら、前半ですね。春、夏、ここの基礎を固める時期って本当にしんどいです。でもそのしんどい時期を丁寧にコツ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 やって乗り越えられた人、そういう人にはね、確実に合格という最高の結果がついてくるというふうに思います。なので今、ああもうしんどいからくじけてやめようとか、やる気出ないからまあ先でいいやって思ってる人、それでは当然ですけれども、いい結果はついてきません。しんどいはつきものです。それを乗り越えてこそね、いい結果が得られるんだと、そう思って、大変ですけれども、頑張り抜いてください。きっと皆さん数ヶ月後にはまた違う世界が広がって次のステップに進んでいると思います。そうなるとね、学ぶことだったり、成績が上がるっていうことに対しても喜びを感じて、よりちょっとね、楽しみながら受験勉強もできると思うので、今は頑張って乗り越えていきましょう。では、今日はこのあたりで、バイ。